皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が企業塾ジプシーから脱するためのたった一つの方法ということについてお伝えしていきたいと思います。こちらのお話はですね、まあ企業塾、まあ私のようなコンサルとかについている人も含めてなんですけれども、一つのところで自分が思う一つの目標を手に入れたり、一つの成果を手に入れずに次から次へと転々とするタイプの方にお伝えしたい、少し耳の痛いお話だと思います。はい。で、仮にですね、企業塾を転々としていなかったとしても、1年ごとに自分を振り返った時にさほど成長してないと自分が感じたり、停滞しているなと感じる方もほぼ同等の傾向を持っているので、まあ、今日はちょっとそんなお話をしてみたいというふうに思っています。はい。ではですね、本題に入っていきます。企業塾ジプシー、ないしはコンサルジプシーですね。まあ、最近は10年前に比べてですね、まあ、私自身ももちろん集客コンサルタントっていうものを名乗りやっているし、まあ、そういった方も増えているし、私がやり始めた頃6年以上前なんですけども、教室に専門特化した企業塾っていうのも、まあ、今はもっと全然増えているしっていう、まあ、そんな状況になってきています。で、そんな中で、まあ、当然いろんなところを転々と渡り歩くタイプの方っていうのはいらっしゃって、で、2タイプあるんですよ。一つは、まあ、宿刈のようにですね、どんどん大きく成長するから、そこで学べることがひとしきり終わったので、次のステップに行くので違うところに行くとか、このタイプの方は転々してても全然大丈夫なんですよ。あとは学ぶべきことが分かっていて、専門特化しているものを必要な知識を必要な場所で必要な期間だけ吸収している方、その方も大丈夫です。例えば私が例えば電子書籍の、スクールとかにも通ってたことあるんですけども、それは電子書籍を出版し、どうやってビジネスに結びつけるかっていうことを中心に教えるスクールだったので、その学びが達成できればもちろんそれで OK なわけですよね。で、まあ、また違う SNS のツールとかで言うと、例えば YouTube 戦略を教えるっていう、まあ、コンサルタントの方とか、あとはそういった企業塾的なところとかもあるんですけど、それは YouTube に特化したその専門特化領域を教えてくれるっていうものが存在していれば、そこで自分が学びたい、やりたいと思ったことを学んだから卒業する、次へ行く、これはね全然 OK なんですよ。問題は自分が思ったように、例えばですよ、先生が教えてくれなかったとか、その塾では自分が習いたいものを教えてくれなかったとか、よくわからなかったとか、まあ、そういうこう自分の中に原因とか対処策を求めないで、その入った場所、環境とか、そこに、まあ、文句とか不満を持ち次へ行くタイプの方、この方はですね、残念ながらどこに行ってもうまくいかないことになっています。はい。ですから、とりあえずそこに行こうっていうのはご自身が決めたわけですよね。ということは、最低一つでもそこで学ぼうと決めたことは吸収して次へ行かないとですね、いつまでたっても環境のせいにする、自分の中に要因を求めないから自分がさっぱり変わらないっていう、まあそういう人になってしまう、ジプシーになってしまうんですよね。だから
青い鳥症候群に似てて、どこかに自分を幸せにしてくれる、うまく集客を教えてくれて、自分にぴったり合った企業塾、コンサルタントに出会えるに違いないと勝手に思い、成果も出ずに次々と転々とするタイプの方。残念ながら最近はこういう方も増えてきております。で、私が、いいから私のところに来れば全て解決しますって言ってるのではありません。何度かお話をしているんですが、コンサルタントも企業塾も相性なんですよ。その人の能力が最大限に発揮できるところであればいいので、例えばものすごく厳しすぎる先生にガンガン言われてへこたれるタイプの人はそこは向いてない可能性は確かにあります。で、逆に「もういいよいいよ、あなたはもうすごくいい」、とにかく褒められたら、褒められただけで伸びればいいんだけど、褒められることによっていい気になって何もやらないってことになると結局うまくいかないわけですよね。要は自分で積極的に能動的に学ぼうと決意したことがあるわけですよね。最低でもそれは得て去るっていう癖をつけないと、いくら環境を変えても、愚痴と不満で終わり、そしてまた次へに行く。で、成果が出ない方も一緒です。そこで成果が出ないからといって他に行ったらうまくいくんじゃないかっていうのは、最低でも行動と活動して1個は身につけるものを身につけて次に行かないと同じことの繰り返しなんですよ。だからどういうことかっていうと、自分が変わらなければ、自分を取り巻く環境は変わらないということなんです。これを勘違いしている方がいて、環境が良くないから自分が力を発揮できない。これは自宅環境もそうだし、端的に言うと、自宅環境っていうのはご主人、子供、あとご両親の介護とかいろんな環境ありますよね。それが整わないから自分はうまくいかないんだっていう、外に理由を求めている方はいつまでたってもその環境は変わらないです。完璧な環境でお仕事できるなんてことは基本ありえないからです。環境を整えるように努力はしてもいいと思いますよ。だけどどうにもならないものってあるじゃないですか。それは受け入れた状態でできるベストの道を探す。だからその段階で、あの人はあんなに時間があっていいな、私だってあんなに時間があったらできるのにとか、そんなこと思っても意味ないんですよ。自分は自分、その人はその人だから。だからまず人と比べるっていうことはやめる必要があるし、自分が今いる環境で、どうにかできる方法があるかっていうのをトライすると幅が広がるわけですよね。で、企業塾、コンサルタントも一緒で、最低でも、期限決まってるのはいいですよ。3ヶ月とか6ヶ月とか。やっぱね、1年ぐらいは続けてみないと、本質的に何を伝えたかったのか、するべきだったのかっていうのは見えないですよ。だから、そういう方の傾向っていうのは、すぐツールに走る傾向があります。例えば、インスタグラムが流行ってるっていうと、インスタグラム集客だとか、アメブロ集客だ、フェイスブック集客だ、YouTube だっていう、その楽してうまく人が集められて人気教室になっちゃうみたいな、楽する方法を探すがゆえにあちこち転々とするタイプの方がいらっしゃるんですけれども、本質的にですね、ある一定数の量をこなしたり、ある一定数の活動をしないと、どのツール、どの行動、活動、企業塾も先生もなんですけど、成果出ないんですよ。だから大抵そういう方っていうのは、飛びついて、あ、ダメだった、飛びついて、ダメだった、で、焦る、またダメだった、で、そうしてるうちに地道にちゃんとやってる人がちゃんと積み上げた成果と効果と実績でバーンと上に行っちゃったりするのを、また横目で見ちゃったりするわけですよね。だから点々と場所を変えたりして、どこかに自分に合ってるところはあるんじゃないか、楽にうまくいけるんじゃないかっていう、自分がどこかに属しさえすればうまくいくんじゃないかっていう幻想で活動してる方も結構多いんですよね。
そうすると本質的に自分を変えていこうとしていないので、結局どこに行ってもうまくいかないんです。だから一定数ね、ちょっとそういう方いらっしゃるんですよ。私のところに来ようが他の人のところに行こうが、どこに行ってもうまくいかない方って一定数いるんですよ。で、その方はどういう資質の人なのかっていうと、全て、うまくいかない要因を外に求める方です。それだけ逆に言うと、たくさん回ってるんだったら、自分にとっての課題を一個ずつでも収集できていれば成長していくはずなんですよ。だけど、本質的に楽をしたい、そんなに大変な思いはしたくないっていうのを避けようとすればするほど、どんどんドツボにはまっていくんですよね。これ面白いもので、腰を据えて、よし、きちんと正面から向き合おうって決めた人は、着実に世界が変わっていくのに対して、次々に目先のこととか世界を変えていこうとした人っていうのは、逆に時間がかかって何にもなってないっていうことなんですよね。だからこの問題を解決する上で知っててほしいのが、教室業をもしも趣味ではなくビジネスでやりたいと思ったら、ある程度本気で取り組まないと成果って出ないんですよ。本気で取り組むって、じゃあ具体的にどういうことなんですかって言ったら、行動量です。行動量ですよ。もう一度言いますよ。行動量ですよ。思考じゃないですよ。よくね、そういうことを言う方もいらっしゃるんだけど、いや、私こんなことも考えて、こんなことも考えて、こんなことも考えてるんですっていう考えだけいっぱい言う人いるんですけど、それ1個でもやってみましたって言ったら、いや、やってないです、考えてるだけでぐるぐる回っちゃって、本当にうまくいくのかなって心配になっちゃって、やってないんです。大体こんな感じです。心配になっちゃってやってない、ゼロなんですよ。やんなければゼロなんですよ。やったら1になるかもしれないし、2になるかもしれないし、10になるかもしれないのに、そういう方ってやらないんですよ。なぜやらないか。失敗する自分を見るのが嫌で、残念な自分を見るのが嫌で、無駄なことしちゃったなっていうのを自覚する自分が嫌だからです。だから自分が結局可愛いですよね、基本的に。で、もう一度言うんですけれども、教室集客とかって出だしの頃ってまあまあ大変なんですよ。で、行動量が足りないとやはり見つけてもらえることができないんですね、どんな方法であれ。だから行動量っていうのは、露出的な、もちろん拡散ももちろんそうだし、地道にブログを書くとか、地道に YouTube をアップするとか、そういうのも行動になるんですよね。で、もっと言うと、その泥臭いところで言うと、まあ、今ネット全盛の世界だから、肉弾戦というか、アナログで、こう例えばお手紙書くとかね、いろいろあるじゃないですか、アナログでできること。ネット全盛の時代だから、うまくいくチラシ戦略とかっていうのも逆にあったりするんですよね。リピート顧客、はがきのフォローアップ戦略とか、そういうアナログも逆にあるんですよ。だから泥臭いし、面倒くさいし、大変なんですよ。で、大概の人はそこを、ショートカットして、なんかうまくいく方法ないかっていつまでたっても探してる。だから数字って本当に分かりやすくって、ちゃんと活動した、正しい方法で活動した人はちゃんと数字が跳ね上がるようにできているので、その分析解析すらやらないですよね。だけれども、どこかにいい場所、楽な薬ですね、特効薬があると信じてさまよう方いらっしゃるんですけど、特効薬ってね、基本的にないんですよ。組み合わせたらすごい特効薬作れるんですけど、ベースになる活動とかができてないと、優れた特効薬って作ることもできないんですね。だから環境を変えれば、環境を変えればって何度も何度も変えてる人は要注意です。はい。変えるときに、これができてるからもっとさらに自分を鍛える環境にっていうステップアップは OK なんですけど、うまくいかないな、次行ってみよう、次のところでもっと楽な方法を教えてくれるかもしれない、心の中で思ってなかったとしても、現実の行動がそういうふうになっちゃってるケースとかはね、ありますから。なので、地道です、すごく。
私のところがとか他の人がではなく、ビジネスで教室を目立たせて立たせて収益化するっていうのは、いわゆる、ね、会社員で言われたことをやってるよりもはるかに一人でやんなきゃいけないから、行動量、会社員よりないとダメなんですよ。だから会社で働いたこともなければ、そもそも働いたことがない人で教室業したくってお仕事として成り立たせたい場合には、相当な努力と覚悟がいるっていうことを分かって活動しないといけないのに、大抵うまくいく楽な方法をずっと探してるっていう方がいらっしゃいます。ですから、特効薬はないということです。はい。地道な努力と泥臭さ、これが必要になる。それが、ビジネスをやっていく本質です。まとめます。教室の先生が企業塾ジプシーから脱するためのたった一つの方法は、本質を理解して行動すること、これに尽きます。はい。なので、行動なき人は何の成果も、何の改善もできないので、まず動きが停滞している人は動くことで、動いている人は楽な動き方をしてないかっていうことです。他の方がもっと厳しい道を選んでいたら、楽な道を選んでいる自分は全く注目されないということは理解した方がよくって、自分が頑張ってるのにって思うのはあくまでも自分視点なんで、データと数字ですね。サイトに何人訪問してるのか、それがどういう状態になってるのかっていうのは正しくそれを表してくれてるので、それを分析しながら変化、改善をしていくっていうことを繰り返すっていうのが、まずはビジネスで地道にうまくやっていくための一つの基本的な考え方になりますので、はい、ぜひこちらを理解して頑張っていただければと思います。それでは。